おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日何の話をしていくかと言いますと、大きく2つです。サポートお任せでつけてませんか、それ NG ですっていう話と、もう一つがサポートつけてる選手ってスキルの継承等に使えないんだけど、この誰が今どうサポートついてて、このモドリッチスキル継承使いたい時どうしたらいいのっていう、この2点ぜひねやらせていただきたいと思います。ちなみに2点目の部分に関してはコメント欄でね、スキル継承したいんだけどサポートついててめちゃめちゃ不便なんですけどっていうねお声をいただきましたので、ぜひねこのタイミングで私なりのね普段やっている対応方法というものを皆様にシェアできたらと思った次第でございます。さあそしたらですね、まず1点目、お任せ付与 NG ですのところから始めていきましょう。さあそこでですね、そもそもサポートってなんだっけっていうところをおさらいしていきましょう。大きく3つ気にするべきところがあります。まず1つ目は、普通にサポートの選手をつけることで能力がその選手ごとに上がりますってものだね。これも当然のところです。でもう一個ね、意外と皆さん見落としがちかなとか、ちょっと面倒くさがってるところかなと思うのが意識の上昇です。各選手をキーマンに設定した時と同様の意識の上昇効果もあります。なんでちょっと見てほしいのが、例えばチュアメニとかをつけちゃうとドリブル意識が下がっちゃうんだよね。でドリブルさせたい選手にドリブル意識が下がる、そんなサポートをつけてしまうとかなりね相性が悪かったりもったいなくなってしまうっていうところも一個注意点です。で最後が、同じ戦術だったら戦術一致ボーナスがありますっていうところで、基本的には同じ戦術でつけていきましょうということになります。これね改めてのサポートの振り返りです。でここまで話してきた中で、もう勘のいい方はね、もうパッとお分かりになったかなと思うんですが、これをサポートをですねお任せでつけてしまうと、正直ねこの意識効果と能力効果だいぶ適当です。ここが結構注意点で、じゃあ実際にどんなサポートをつけていったらいいのかっていうところを見ていきましょう。めっちゃ分かりやすいのがゴールキーパーです。今私のマイク・メニャン中央突破のゴールキーパーにお任せでサポートをつけるとヨシコ・グバルディオルがついてます。サポートで設定されている効果としては、タックル、マーク、パスカット、パス、スピード、おいおいと、いやいや、まあ悪くはないですが、悪くはないで意識のところはいいよね、まあ、ゴールキーパーなんでそんな変わんないです。ただマーク、パスカットいるかねと、そういう話になっちゃうわけですよ。もちろんタックルだったりパス、スピードは一定ゴールキーパーでもね、私レザルトタックルとかつけるので意味あるかもしれませんが、とはいえわざわざマーク、パスカットを使う必要ってないんじゃないって思うところがあります。でちょっとまあこの話を聞いた後にですね、じゃあゴールキーパーをつければええやんと、もうその通りなんですよ。例えばウーゴ・ロリスをつけるとセービング570、飛び出し420、メンタル300、パワー150と、まさしくゴールキーパー能力が上昇するんですよね。ただお任せで見ていくと、グバルディオルの方が上昇する能力の値が大きいよと、全部足したら1620も上がるんですよと、ロリスは1440しか上がらないからロリスはつけてないんですって話になるんですが、やっぱねこのポジションごとに必要な能力って変わってくるので、ここは皆さんねぜひ意識していただきたいです。なんでこういう時はやっぱりロリスをつけるべきだね。例えばグバルディオルの意識のとこだとシュート意識が下がってディレイ意識が上がるんですが、ゴールキーパーディレイ意識関係ないので、だったらロリスのね守備意識が上がるっていいんじゃないかなと思います。でもう一個それの上で、意識してみてほしいのが、今グバルディオルがついている段階だとチームの総合値が 544,861 です。544861ですね。でこれをじゃあロリスに変えるとどうなるかっていうところなんですけど、はい、今ロリスに変えましたが、544861から545850と約1000ほど上がりました。で
このね、おそらくですけどチームのこの総合値の合計の値っていうものは各ポジションの選手の意味のある効果に基づいていたりだとか、あとこのフォーメーションコンボ効果でね 85% 上昇するっていうところは元々の選手のステータスにかかってますから、まあ、こういったところが影響してるんじゃないかなと今私は想定をしてます。この 85% とか上昇するようだとかフォーメーションコンボで能力が上がるようだとか、例えばこのサポート特徴とかもそうですけど、サポートで能力上がりますよみたいな時に全く関係ないもの、全く関係ないね、能力を上げているとその分、数字が小さくなってしまう。なので今回おすすめでつけると、サポートをおすすめでつけるとお任せでねやっちゃうと総合値も下がるし、ロリスがつかない、要するに、まあ、ゴールキーパーにふさわしくないサポートがついちゃうよっていうところで、まあ、ダブルでマイナスなんですよね。なんでここはぜひね、皆さんお任せって意外と穴あるんやなって思っていただけたらと思います。で、今例えばこれロベカル、私映しているんですが、今オタメンディがついてますよと。で、マーク、パスカット、スピード、パワー、タックル、パスですね、まあ全然良いですが、例えばいやでもロベカルは私はドリブル行ってほしいんだよなみたいなパターンの方いらっしゃると思うんですね。私もマジでそこなんですけど、だったらタランティリの方が良くねみたいな。タランティリだったらドリブルパスとマークスピードパワーだし、ドリブルプラス420なので、まあ、よりねロベカルの攻撃的な持ち上がりが輝けますよね。パス420とかも、じゃあこっちつけようっていうのも一個大切なわけです。はい、こういうところをねちょっとぜひぜひ皆さん意識してねつけてみていただけると、小さな差かもしれないんですが、やっぱねこのステータス400上がるってそんなちっちゃくないよね。例えば4500は5000になりますし、5500は6000になりますし、このなんていうのかな、一つの壁を超えるぐらいのステータス上昇が見込めますので、まあ、ぜひねここの部分は意識してつけてみていただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、特にお任せでやっちゃうとね怪しいのが、私が見た限りだとゴールキーパーとあとドリブルさせたいポジション、たまにねドリブルさせたいポジションにドリブル意識下がるのがつくので、ここだけねお気をつけくださいませ。はい、ってことでですね、この意外とおすすめって穴あるんやでの話をさせていただいたので、そうしたらですね次から2点この設定の注意点いきます。まず1点目が戦術一致の方が総合値上がるので、ここはぜひね戦術一致で組んでほしい。で、例えば私のベンチなんか見た時にバッチョ使わないんですよ。でもベンチにいるんで、だったらバッチョベンチから下げちゃった方がいいです。で、ラウールとかエンバペとかスタメンで使う選手のサポートにつける、パファールとかもそうかな。わざわざ交代要員で出さないのにお任せでフォーメコン組んだ時のこの強い選手がベンチにいて、その選手たちがサポートで使うっていうのがもったいないです。これまず注意点の1個目で、もう1個がこうやって自分で意識的につけ始めるとお任せでついてた時の穴が開きます。例えばクロースとかそうなんですけど、こういうところもね漏れなくつけてください。これ2点目です、注意事項ですね。はい、そうしましたらですね、残りの時間を使ってお任せでサポートにつけてしまった選手、もしくは自分がサポートにつけている選手がスキル継承できないよね問題に対して、この選手どうしたらいいんですかを話していきましょう。これ意外とね実はコツがありまして、まずこの人事から選手一覧、あと待機所に行くじゃないですか。そしたらこの選手一覧画面に来ますよと。ここでね選手移動を押してください。まあ、移動させたい場所はどこでもいいです。そうすると今この選手がサポートだったり編成だったり今何に入ってるのか、例えば SWCC で使われてたりとかね、何に今設定されてるのかが一目で分かるようになりますと。で、今回に関してはサポートの選手をスキル継承させたいっていう話なので、サポートの選手誰か一人選びます。例えばビエリを選びましょう。ビエリ今選びましたよね。いや、もっと上の選手の方がいいかな。もっと上にいる選手の方がもしかしたらサポート付きが多いかもしれないんで、上の方のサポートでいきましょうか。ドルソがいますね。ドルソを選びますと。で、この選んだドルソのを移動させます。そうすると、下記選手のサポート設定外れますが、いいですかと。デッキ1、まあ、このプリセットの方に入ってるね。まあ、デッキ1、デッキ3、それぞれ、いいですかというような表記が出ますと。で、ここで、この選手が今誰にサポートとしてついてるのかが分かります。で、
基本的にスキル継承させたいんだったら全て外したいと思うので、これをね一個一個外すとめんどくさいので、もう移動させちゃってください。移動させると外れました、これで外れました。なんでドルソのスキル継承をやりたいよってなった時にそのまま選択することが可能です。これ結構ね便利なので、ぜひぜひやってみていただきたいです。なんで例えば今ドルソをボックスの1に送ったので、この星5ってボックスにね私を送ったので、この星5を選択していただけるとドルソがいます、ここに。よいしょ、こんな感じでね、今これロックかけてるのでドルソ選べませんが、あのサポートからは外れてるのでこのままできますと。でこのリスト表示先のところからどこの選手を表示するかも選べるので、わざわざね、なんていうのかな、わざわざボックスを移動させた選手を戻す必要もないので、これ結構ね楽ちんな方法かなと思います。私いつもこれで対応しているので、ぜひぜひね皆様やってみていただければと思います。ってことで本日はサポートについてご説明、そして私なりのコツを解説させていただきました。ここまでご視聴誠にありがとうございます。皆さんが知っていてこの動画の中で報告されなかった裏技とか小技みたいなのあればね、ぜひいただければ幸いです。皆様の良きゲームライフに乗ってます。豆腐でした。バイバイ。